監督の皆さん、こんにちは。エアマックスチャンシー号です。今回のハチテレでは12月8日金曜日のメンテナンス後から開催される監督ありがとう 6.5 周年ハーフアニバーサリー第2弾の最新情報をお届けします。まずはスカウト情報のご紹介です。ハチナイプリンセススカウトブルームではシンデレラ覚醒が可能なこちらの SSR 選手をお迎えすることができます。海洋高校 OG のかまべちゃんです。綺麗なドレスを着ているかまべちゃんはとある国のお姫様になっているようです。詳細はシーンをお迎えしてボイスを聞いてみてください。そしてこちらのかまべちゃんがシンデレラ覚醒をするとシーンがアニメーションするようになります。こちらは大学野球で活躍するかまべちゃんになります。高校時代と変わり赤色が映えるユニフォームに身を包んでいますね。かまべちゃんのシンデレラハーモニーは3種類の場面で発動する内容になります。まず1つ目の誰よりも強くなるは自身の初投球時に自動で発動します。効果はオペレーションコストを回復し自チームのムードをプラス2にすることができます。また味方全体のミート、走力、守備を強化できるスキルを試合終了まで自身に一度だけ習得します。2つ目の望むところなんですけどは敵打者が塁に出た次の投球時に自動で発動します。こちらは自身の調子を1段階上昇しスタミナを回復できます。さらに敵打者の三振率を上昇させ味方補給率とムード値を上昇させます。3つ目の打たせて取るは投球時に剣術低め徹底を使用時に発動します。効果は自身のスタミナの回復とオペレーションコストを回復し敵打者の内野への凡打率を上昇させます。さらに2つ目に紹介した望むところなんですけどの効果を次の投球時に発動することができます。続いてはこちらのかまべちゃんについて実機を使っていのちさんに紹介してもらいます。監督の皆さん、こんにちは、いのちです。さて UR かまべさんの性能の紹介を始めていきたいと思います。今回のかまべさんはスタミナが高くなっており、この後解説予定のシンデレラハーモニーのスタミナ回復効果も相まって安定して長期間登板し続けることが期待できます。それでは早速シンデレラハーモニーの性能を見ていきましょう。はい、シンデレラハーモニーが発動しました。浜辺さんのシンデレラハーモニーは3つの効果を持っています。1つ目の効果は誰よりも強くなるという名称となっており、浜辺さんが初登板するときに自動で発動します。オペレーションコストを5回復しムードがプラス2になり、チーム全体のミート、走力、守備を強化するスキルを習得できます。戦術発動のサポートができるだけでなく、ムードを押し上げ味方を攻守で強化する便利な効果となっています。2つ目の効果は望むところなんですけどという名称となっており、相手打者が塁に出た次の投球時に自動で発動します。はい、相手打者が塁に出ました。この効果は鎌部さんの調子を1段階上昇させ、鎌部さんのスタミナを回復し自チームのムード値を上昇させます。さらに敵打者の三振率を上昇させ味方補給率を上昇させる効果を得られます。相手打者の連続出塁を抑えやすく非常に強力な効果となっています。先ほどの誰よりも強くなるの効果と望むところなんですけどの効果はビジター試合時はムードブレイクとして発動するので全国大会の防衛にも期待できます。3つ目の効果は打たせて取るという名称となっており、戦術低め徹底を使用することで発動します。オペレーションコストが5回復し内野への凡打率が上昇しスタミナが回復します。高い確率でアウトを取りつつ自身のスタミナを回復する効果となっています。この効果はこれだけでは終わらず、次の投球時には先ほどご説明した望むところなんですけどの効果を相手打者が出塁したかどうかに関わらず発動させることができます。このようにアウトを取りながらスタミナ回復やムード上昇効果を得られるので、最後まで有利に試合を進めやすいとても強力な選手となっています。以上で UR 鎌部さんの紹介を終わります。いのちさん、ご紹介ありがとうございました。続いて選手を選んでお迎えすることができるドラフトスカウトも開催されます。こちらのスカウトは
優勝ラインスターで6回限定、10連スカウトのみとなりますが、ひまわりスキルの開花が可能なラインナップ対象選手を選んでお迎えすることができます。そして 6.5 周年を記念した特別なスカウトが現在開催中になります。こちらは10連スカウトのみの開催となりますが、10連スカウトを1回行うとスカウトチケット 6.5 周年8姫ブルームを1枚入手できます。こちらのチケットを5枚集めるとラインナップ対象から UR にシンデレラ覚醒が可能な SSR 選手をランダムでお迎えできるスカウトを行うことができます。ぜひこの機会に UR にシンデレラ覚醒が可能な SSR 選手をお迎えしてみてください。また 6.5 周年ハーフアニバーサリーを記念したナインスターのセールも開催中です。海洋高校 OG のかまべちゃんにぜひご注目ください。続いてイベント情報のご紹介になります。12月8日金曜日のメンテナンス後からはこちらのイベントが開催されます。作雑の森です。こちらは海洋高校を卒業したかまべちゃんの大学野球部でのシナリオが楽しめるイベントになります。スカウト情報でご紹介した大学ユニフォームを着たかまべちゃんのシーンが登場しますので、ぜひシナリオをご確認ください。そして12月8日金曜日のメンテナンス後には巡る季節のトレジャーハントクリスマス2023編に変換ラインナップが追加されます。カード、サンタからのプレゼントや絆の結晶極むやメモリアルカメラなどが変換ラインナップに追加されます。こちらでアイテム変換できるカード、サンタからのプレゼントは12月24日に開催されるクリスマス8ナイドリームの挑戦に必要なアイテムになりますので、忘れずに入手をしておいてください。続いてはキャンペーン情報になります。まずは12月8日金曜日の19時からはこちらのキャンペーンが開催されます。開催期間中、 X の8ナイ公式アカウントにてハッシュタグ8ナイアンダーバーハーフアニバがついた投稿のリポスト数が一定数を超えると監督さん全員にプレゼントが贈られるキャンペーンになります。8900リポストを達成すると UR ブルーム選手が確定でお迎えできるスカウトチケット 6.5 周年ブルーム無料を獲得できますので、ぜひ皆さんで達成を目指して協力してください。またプレゼントは12月27日水曜日のログイン時に受け取ることができます。続いて12月9日土曜日の4時からはこちらのログインボーナスが開催されます。監督ありがとう 6.5 アニバーサリーログインボーナス第2弾です。開催期間中に毎日ゲームにログインをすると最大で9スター6個とスターのこけら5個、絆の結晶極み3個を入手できます。そして 6.5 周年を記念したスペシャルログインボーナスも現在開催中になります。SSR 選手を確定でお迎えできる無料10連スカウトを実施中です。12月1日金曜日0時以降の初回ログイン、また期間中に10日ログインすることで最大で200連のスカウトを実施できます。開催期間中にゲームにログインをして10連スカウトチケットを入手してください。ここからは8内のイベント情報のご紹介になります。12月30日と31日に東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット103の企業ブースに8月のシンデレラ9が出展します。場所は南3、4ホールブースナンバー2311になります。今回も書き下ろしイラストを含む新作グッズの販売やガラポン抽選会の実施を予定しています。今回の8テレではコミックマーケット103で販売するグッズを少しだけお見せします。まずご紹介するのはタンブラー型加湿器です。職場やご自宅のデスクに置きやすいタンブラー型で手軽にご使用いただける加湿器です。絵柄は選手が描かれたバージョンと8ナイロゴが入ったバージョンの2枚があって着せ替え可能となっています。そしてなんと電源を入れると内蔵のライトが光り、イルミネーションをお楽しみいただけます。
見ているだけでテンションが上がりそうなアイテムですね。続いてご紹介するのは充電式カイロです。手に収まるコンパクトなサイズで繰り返し使えるエコな充電式となっています。寒い季節にぴったりのアイテムですね。皆さんぜひコミケ会場でゲットしてくださいね。現在ハチテレではハチテレなんでも質問室にて監督さんたちからの質問を大募集中です。イラストや選手のこと、音楽のことなど、ハチナイに関するどんな質問でも大歓迎です。ご質問はこの動画の概要欄に記載の回答フォームより投稿をお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。